はい。それではですね、2次の行列式の時と同様に、3次の行列式の性質を見ていきましょう。はい。3次の行列式はこのように定義したわけですが、この性質ですね。2次の時に、各列ベクトルですね、各列ベクトルに関して線形であるということを言いました。 今回もですね例えば A11A21A311 について注目すると A11 の含む項が2つあって A21 を含む項が2つあって A31 を含む項が2つあるというふうにして A11A21A31 について一時式になっていますねしかも定数項にあたるものこのいずれも含まない項っていうのがないわけですね で、2列目、3列目についても同様になっていることが分かります。各自確認をしておいてください。ということで、各 AI について、列ベクトルについて線形である。一時式になっている。成分の一時式になっている。定数コロナ一時式になっている。ということですね。次に、AI と AI を入れ替えると符号が反対になるということですね。 これは、例えば、11と12、21と22、31と32を入れ替えるということですが、11と12を入れ替えると、同時に22が21になるわけですが、ここがですね、例えば、a12、a21 となるわけですね。で、a12、a21、a33 っていうのは、ここにあるわけですが、符号はマイナスになっていますね。つまり、入れ替えると、 入れ替えたものっていうのはここがマイナスになって、逆にこっちはこっちにきますから、符号がちょうどこの部分に関して逆になるわけですね。2122の方も同様になっていることがすぐに確かめられます。このように1列目、2列目、あるいは1列目、3列目、2列目、3列目といった2つの列を入れ替えると符号が反対になるという性質はやはり3次の行列式の場合にもちゃんとあることがわかります。 またあ、一致するとゼロになる、えー。2つの列が一致する。例えば2列目と3列目が等しい。という場合にはあ、ゼロになるということはやはりわかります、えー。詳細は自分でちょっと確認をしてみてください。また、単位行列のときですね。単位行列のときはあ、この最初の項ですね。ここは1、1、1で、えー、1になりますが、それ以外は全てどこかにゼロがあるので、えー、全部ゼロになります。したがって、 えー、単位行列の行列式は1になるということが分かります。このように2次の行列式と非常によく似たというか全く同じような性質が3次の場合にも成り立っていることが分かります。宿題として上の234の性質を自分で確かめておいてください。では次回はこの性質を持つ 行列 A の成分の多項式ですね、A、が結局行列式はないあるいは4がなければ行列式の定数倍になるということをお次回は見ていきましょう。